はい、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。久保さん、前回のない第21話、ありがとうございました。またまたですね、内容もりもりのスライドショー講座、当たったですね。38分8秒、38分08秒に及ぶ講義加えてですね、久保さんから魂が込められた、パワーアップされたですね、パワーアップされた13枚にも及ぶスライドショーですね。13枚、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13枚、13枚のスライドショーですね。早速ダイジェストでちょっと見ていこうかなと思います。13枚もありますからね。まず一つ目ですね、この速稼塾思考の表紙ですね、この気になる男になるためのというね、常識外れに考えるな、常識破りに考えるのだっていうね、ことを書いていただいて、ここの問いかけが、ね、常識外れ、常識破りって何だろうっていうところを問い、ね、もうちょっと考えてみてくださいねっていう話があったかなと思って、そして、3500万の借金の作り方の話ですね。ここは長かったですね。ここは10分ぐらい話し続けたんじゃない、話し続けたって言い方あれですけど、もりもりね、どういうふうに個人からお金を借りたのっていうお話をずっとしていただいたんじゃないかなと思ってて、そして3番のとこ、3スライド目ですね。なぜ稼ぐのかっていうところですね。なぜ稼ぐのか。子供がね、もし、常識破りなことを言い出したらね、一体どう答えるんですかっていう、こちらも問いかけだったかなと思います。そして4番のスライドですよね。もしね、自分の子供が贅沢な暮らしをしたいって思ったらどうしますか、回答を持ってますかって言って、こちらが模範解答をね、言ってくれましたね。昭和の時代の回答の仕方はこんなんでしたよみたいなね、いう話もしてくれたかなと。そして今度は、いい会社の見分け方、詐欺にかからない方法というのも話していただいたかなと。ここでちょうど半分ぐらいですね。半分ぐらいです。そして、ここは安西先生が登場しましたね。安西先生が、もう安西先生しか記憶に残ってないんで、ここはね、安西先生のだけで、安西先生の話がありましたよというところ だけですね、本当。そしてここですね、欲望からも苦痛からも逃げるなとね、強い、メッセージを伝えて、さらに、もうマイナスのね、マイナスのことだって、ことでも全部自分の資産だよっていうね、プラスのことだけじゃないんだと。自分のマイナスのことも、全部、自分の資産、人生の資産なんだというお話をしてくれたかなと。そしてどんどん後半戦に行って、今度は、久保さんのね、マイナスの資産ということで、いろんなお話をしていただきましたよね。もうこれでもかというほどの、このマイナスの資産ですね。そして、これからもこのマイナス資産を使い倒してプラスを生み出しますと。もうだからこのマイナス資産というのをプラスとして使ってるんだよ、というところもすごく、大事というか、なんか、なんていう、考え方の転換っていうんですかね。パラダイムシフトというか、マイナスをプラスに変えるっていうやり方もあるんだよ、みたいなね。そういうところだったんじゃないかなと思って。そしてここですね、生きるの3つのフェーズのお話ししてくれましたね。生きると。特に3つ目の生きるっていうのは、なかなか聞いたことないフェーズだったので、少し、なんかこれは久保さん独自の視点なのかなと思ったりもしたんですけど。そして12番、これがラストなのかな、ラストの前か、名言ですね、名言。まあ、ここまでの視聴者様のご感想ということで、なんかいろいろ感想が届いているようなので、すごくありがたいなっていうところで。そしてクライマックスですね、最後の、今日もビジネスは生きていると、早く見せる側になりましょうと言って、終わり締めたのかなというところが、今回の38分8秒にわたる速稼塾思考、気になる男になるための第21話だったのかなと思います。これですね。うおー、すごい。パパパパパパパッとね、アニメーションつけようかなと思いましたけど、まあ、ともかくともかく。
行われましたと。でですね、で今回は、まあ、今回はですね、この熱のこもった熱い講義をもう一度ということで、気になる男シリーズ第22話はですね、お金を持つこと、稼ぐことへの罪悪感という、全く、独自の、ちょっとこれは自分独自のテーマで、ちょっと振り返らせていただきたいなと思いまして、このテーマからね、この講義からなぜこのお金を持つこと、稼ぐことへの罪悪感っていうところに至ったか。久保さんはなんとなく分かっているとは思うんですけど、それがまず自分が気づいたっていうところもありまして。というところで、自分が感じたことを少しお話しさせていただきたいなと思います。本当に個人的に今回は感じるものがすごく多くて、そして封印されていたと言いますかね、閉ざされていた扉ですね。自分に蓋をしていたところの、蓋しかちょっと表現が見つかないですけど、そこが開いたような感覚を覚えましたので、久保さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。この動画は顔出ししない覆面 YouTuber、たかが久保さんの様々な問いかけに答えることで、幼少期に親から刻み込まれたお金の教育に対して、新しい考え方を取り入れるとともに認識を再構築し、稼ぐことに罪悪感を覚える脳から稼ぐということに自分自身真剣に向き合っていく、その一部始終をスライド動画にしてお届けしております。この動画を見ると、このタカという人間はそんなに久保さんが気になるような男なのだろうか、その隠された謎への確かな答え、確かな答えが見つかります。よかったらぜひ最後まで見ていってください。それでは早速行ってみましょう。まずはここですね。1番。5秒目、5秒目。速稼塾思考ということで、気になる男になるためにの下ですね。常識外れに考えるな。常識破りに考えるのだっていうね、この副題というところのテーマ。まずここの問いかけがありましたね。久保さんからまず問いかけがありました。常識外れに考えるのではなく、常識破りに考えてもらいたい、行動してもらいたいっていうところを、これについて少し考察していきたいなと思います。まず日本語の意味からですね、まず日本語の意味から確認してみようかと思うんですけども、常識外れ、常識外れというのはどういうことかと言いますと、常識を知らずにはみ出した行為をすることですね。はみ出し行為 はみ出し行為ですね。非常にわかりやすい表現かなと。ともかく非常識ですね。非常識。はみ出すなというところかなと思ってて。そして今度は常識破りですね。常識破り。似たような、ニュアンス、言葉ではあるんですけど、常識を知って、あえてそこから外れたことをすることということとなりますね。なので、共に同じような行動に見えるんですけど、もうその人はまるで違うと。まるで違うと。もう一回ちょっと戻りますけどね。もう常識を、初めは知らないですね。この常識を、ここかな。常識破りっていうのは、そもそも、常識外れか。常識外れっていうのは、そもそも常識を知りませんと。全く知らなくて、はみ出してると。常識外れだよね、と。そんなことも知らないのかっていうね。外れてると。ちょっと恥ずかしいに近いのかもしれないですけどね。で、常識破りっていうのは、常識をあえて知ってるんだから、あえてそこから、出ていこうと。その枠組みからちょっと出ていこうっていうところを、というまずは日本語の意味だったかなと思います。まあ、意味ですからね。それでこれちょっと調べているときに、少し面白いものを見つけたんですけど、このイギリスの経済学者のジェーム・ケインズっていうことを、方がね、言ってた言葉を少し引用しようかなと思うんですけど、世の中の大多数の人は、世の中の大多数の人は、常識通りに動いて失敗する方が成功するよりマシだと考えていると。常識外にこそ成功のチャンスがあるのに、常識の中に安住する人間が多すぎるんだという皮肉を言っていたというところがあったんですけど、人は常識破りを恐れる。なぜなら、掟に従う方が楽だからだ。わかりますね。これは本当、枠組みの中にはまってる方が楽、とても楽。社会の良識は守るべき。そうですね。社会の良識、モラルは守るべきなんだけども、世間の常識というのは破るべきものが多いんじゃないの、と。常識外れに行動するな。常識外れに行動するなっていうのは、社会のモラルだったり、良識だったり、そういう礼節だったり、本当に人として大事なことはしっかり守って行動しましょうよと。しかしですね、
常識破れで行動しろと。つまり世間の常識は当然知ってますと言ってるけど、それをね、あえて破って行動していきましょうというところが、この常識破りになるんじゃないかと思いまして、そしてですね、これは特にお金を稼ぐという点で、顕著になるんじゃないかなと。つまり常識の基準そのもの、お金を稼ぐという常識、その基準そのものに疑問を持つ必要があるのではないかというところは、もう前回も前々回も久保さんが言っていただいているところですよね。この高度経済成長期のお金の稼ぎ方、つまり旧時代のお金の稼ぎ方の話、そして今、緊縮財政政策期のお金の稼ぎ方、新時代ですよね。もうどん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 成長している時代じゃないんだと、どん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 縮小しているんだと、こうやって時代の、まさに時代の転換期の真っ只中に直面している私たちは、その時代に生きている私たちは、個人の常識を変えていかなくてはならないんじゃないかと。これはお金の稼ぎ方の認識ですね。お金の稼ぎ方の認識に対して、個人の常識というのを変えていかなくてはならないんじゃないのと、これに気づいて行くべきなんじゃないのっていうところを言っていただいたのかなと僕は受け取りました。そしてここからですね、3500万借金の作り方ということで、ここは久保さんのヒストリーが10分にわたりずっとお話しされていたんですけど、個人から借りたんだよと。なかなか個人から借りるってないですよね。自分もお金を人から借りたことってないですから、本当に人からお金を借りるっていうことをした人ってどのくらいいるのかなと自分もちょっとふと思ったりもするんですけど、ただですね、久保さんは最後に言ってましたね。9分10分ぐらい喋った後に、こうも言ったかなと。普通の人でも3500万の借金を背負うことはあるんだと。これは別に珍しいことでも何でもないんだよと。だって20代や30代で住宅ローン組んでんじゃないかと。要はこういうやつですね。3000万円を借りられる年収の目安は440万つってね。もう3000万円借りるなってね。これ住宅ローンのどっかのサイトから取ってきたんですけど、もう借りるのが前提で返済期間35年って普通に書いてますかね。普通にこれ書いてますよね。これ見て自分も、いや、これ普通に返せないだろうという、このままコンスタントに稼げることは稼げれないだろうと思うんですけど、これが普通にまかり通ってると。そしてこのもう、こういうふうに出てますよね。3000万円、3500万円、4000万円と、3000万だったら 9.5 万円、3500万だったら11万円、4000万円だったら13万円と。で、貯蓄も残ると、これどういう計算したら残るのかちょっと全然わかんないんですけど、残るんだ。これ見たらなんかいけそうな気はするんですけど、これやっぱうまくいかんじゃないかなととても思っちゃったりするんですけどね。やっぱね、こういう数字を見せられると人間なんか弱いなと思ったりするんですけど、住宅ローンを借りるときには、ともかくスキルは何も必要ないんだと。会社員であればいいと。3000万円、4000万円、ちょっと、どこまでは大丈夫なのかわかんないんですけど、3000万、3500万ぐらいまで、4000万円かな、ぐらいまでは、会社員であればいいと。いざとなれば、このね、家が担保すると。だから別に何も、その人が特殊な能力を持っていなくたとしても、特殊なスキルを持ってなくても、家が担保だから、借りれると。こういうところですね。家を購入するんで、その家を取っちゃえばいいよと。ただ銀行としては別に家を担保に取ればいいんで、その人個人に支払う能力があろうがあるまいが、家を取れば担保になるというところなのかなと。だからポンポン銀行は貸してるのかなと。もっと詳しく、なんか細かいところを調べていくと、もうちょっと裏の話もあるんですけど、そこはとりあえず置いといてというところで、で久保さんが、でも久保さんはその主にお金は個人から借りたと、人から借りたんだよと、もう人を呼びつけて借りたんだよというお話をしました。普通に言ってますけど、それをできる人が一体何人いるのか、正直ねっていうところなんですけど、ここで、信用とはという話をちょっとするべきかなと思ったんですけど、するべきっていうか、その話になるのかなと思うんですけど、人に連絡してお金を借りるのも、人を集めて商品を買っていただくのも、結局人に信用してもらわないといけないですよと。お金を借りるといっても、やっぱり信用してもらわなきゃいけない。返さないとか、そういう話はあろうがあるまいが、久保さんはね、久保哲郎という人間に、対してお金を払うか払わないのか決めろというお話もしていたなと。返すことはできるかどうかわからない。ただし、久保哲郎という人間にお金を貸せるのか貸すのか貸さないのか決断しろみたいなね、お話をしていたのかなと思ったんですけどね。その結局その商品も買うのも
まあ、商品が良ければ買う場合もあるんですけど、まあ、そうは言ってもやっぱり人に信用してもらわないと商品なり、お金っていうのは手に入らないかなと。これは同じ力学が働いていると久保さんが言ってましたよね。まあ、どういうことかというと、まあ、信用してもらってお金を借りる、信用してもらって商品を売ってお金を稼ぐ、現金を手に入れるという意味では本質的に何も変わらないと。つまり、これはどういうことが行われるかというと、自分の財布に他人の財布からお金を入れる行為、もう他人の財布に手を突っ込んで自分の財布にねじ込むと、人の財布から財布に手を突っ込んで、その札を自分のポケットに入れるという行為に何ら変わりはないと。だから借りるスキルも稼ぐスキルも本質的には同じと。まあ、他人の銀行口座から自分の銀行口座に資金移動してるだけなので、だからこそその借金がたくさんある人ほどたくさん稼げるという持論を展開していただいたかなと。まあ、借りるも稼ぐも先ほど言いましたけどね、資金移動という面だけで考えると何も変わらないと。他人の銀行口座から自分の銀行口座に移動させる行為なんだよというところでしたよね。だからこれは本質的に現金が移動してるだけなので、本当にそこなのかなと。売上という名でお金を稼ぐのか、借入金という形で自分にお金が入っているのか、何も変わらないんじゃないかっていうところを言っていただいたのかなと思います。そして、久保さんの長いヒストリーが終わった後ですね、なぜ稼ぐのかというところに入ってきましたよね。なぜ稼ぐのかですね。そして仮定してみましょうと。自分の子供がもし進路を悩んだ時、常識的なままだと別にいいんですが、常識を壊すじゃなくて、常識を非常なんて言いましたっけ、非常識ではなくて、なんて言ったのかな、非常識じゃなくて常識を壊す、ちょっと言葉が出てこないんですけど、常識破りですね。常識外れじゃなくて、常識破りなその考え方だったら、どうするのかっていう話がここから展開されていったのかなと。つまり常識的な人生、常識的な人生というのは、いい成績を残すために、これは学生時代ですよね。いい成績を残すために、勉強を頑張る、部活を頑張る、そして、まあ、いい会社に勤める、いい給料をもらう、誰かが雇ってくれる、まあ、こういうことがおぼろげにある学生時代というんですかね、学校教育という言い方がいいのかな、というところのレールがあるのかなと。まあ、いわゆる普通の学校のレールに乗った生き方ですよね。さあ、じゃあここで、普通の、学校のレールに乗ってない生き方。まあ、今は本当に情報がたくさんあるので、昔は情報がなかったので、もうこれが普通でこれしかない。まあ、これ以外の方法はその起業して、なんか飲食店をやるとかなんとかしかなかったとは思うんですけど、今は情報がたくさんある、情報が時代になったと。つまりこの常識破りな人生という選択肢が、まあ、誰もがアクセスできる状態になったと。つまりお金持ちになりたいとか、会社経営者になりたいとか、株の投資家になりたいというお話をされてましたよね。子供にこういうことを質問された時にどうしますかと、答えを持ち合わせてますか、答えをちゃんと持ってるよねと、ちゃんと答えられますかという問題提起だったかなと思います。じゃあこれを僕の場合にちょっと当てはめようかと思うんですけど、じゃあ僕の場合はというと、8歳の娘ですね。今8歳、小学2年生ですね。ちょうどいろんな本とか自分で読むようになって、本当にいろんなことを学んですごいよと。なんか歴女みたいになってて、なんかなんだろう、今は大河ドラマの、だったかみんな、頼朝かな、鎌倉殿、なんかそれがあってね、源頼朝、ちょっとちゃんと覚えてないですけど、頼朝はすごいんだよとかね、なんとかはすごいんだよ、すごいんだよ、こういうのがあってねって、こういろいろ歴史をね、お話ししてくれるんですけど、これはこの小さな小さな、まだ小学年生ですけどね、まあ、いずれ大きくなって、もうおそらく想像なんですけど、これ中間一貫の有名女子校に行きたいって言うんじゃなかろうかと。このままなんかいろんな自分で本読んで自分で勉強してるんで、こう言いかねないと、まあ、おそらく言うんじゃないかと思っています。まあ、そんなことを言い出すかもしれないというか、うすうすそうだろうと感じているところです。じゃあ自分はその北九州のど田舎でこう生まれたところなんで、その学校とかそもそも選ぶ余地がなかったんですね。全くなかったし、もう地元の学校、まあ、高校は確かに選べたけど、高校もそんなにね、多くなかったの選択肢が。本当にもう、
その選択の余地がなかったんですが、僕は今東京に住んでおりまして、本当に選択の自由がいろいろ開かれてると、もうなりたい自分にいくらでもなれるわけですよね。そうなると、まあ進学塾に通わせる必要があるわけですね。普通に、まあ、というか普通に今の小学生って、小学4年生とか5年生から、もう4年生から大体塾に通っていて、うちの小学校の下はもう4年生からみんな公園で遊んでないと。だからもう大体3年生、小学2年生とか3年生になってくると、徐々にこう公園からいなくなって、4年生から大体塾に通うと。本当に今だけなんですね。小学2年生、8歳、9歳までは親と今自分と一緒にいてくれますけど、もうすぐもうどんどん塾と家の往復とかいう時間に、時代に突入していく頃なんですけれども。そしてこれが、まあそうやって成長すると、当然こうなるかなと、語学留学したいと、まあ言い出すかもしれないというか、まあ多分こういうコースになるんじゃないかと思うんですよね。まあ妻がね、まあ前回もちょっと言いましたけど、海外旅行が好きということを考えますと、まあ、妻もね、私も行きたいと言い出すかもしれないと、これもまさにもうこれは、もう、なりうる、ほぼなりうるような想定が見えるというところがありまして、もう海外旅行じゃない、旅行じゃもう満足できないと。海外移住をすると言い出すかもしれないと、いや、これ言い出すんじゃないかと、もうだいぶ恐れているところもありまして、そうしたらですね、会社員だった時はいいんですよ、自分が。会社員の時だったら、いや、それ無理だと。だってね、会社を辞めてそんな移住なんて絶対無理だと、はっきりと言えたんですけど、じゃあ今はどうかと、ほぼパソコン一台で、まあ、仕事をしてる僕を見てるわけですから、別に仕事なんて、どこでもできるでしょうと。海外移住するのに何も問題ないよねと。まあ、そういう日が近い将来来るんじゃないかというか、来るだろうというのが、もうだいぶもう目に見えていると。そういったところで、ここですね。そういったここでこの話が出てきます。まあ、つまり娘が贅沢な暮らし。まあ、贅沢な暮らしというよりも、どちらかというと、やりたいことを実現したいんだけど、私こういうことしたいんだけどって相談された時に、どうしますかと回答を持っていますかというお話になってくるかなと。そこで久保さんが模範回答を話してくれましたね。この常識的な人生を送ってほしい親からの模範回答。まあ、昭和30年、40年。ちなみにうちの父親が昭和22年生まれ、母が昭和27年生まれっていうことで、本当にまあ、そこら辺の時代を持ったのかな？時代を持ったところで、うちの父はもういなくなってるんですけど、他界したんですけど、まあ、模範解答というところで、そしてこれがですね、僕の親からね、骨の髄まで刻み込まれた、まあ、お金の教育だったと、まさにこれがドンピシャだったっていうところが、今回の久保さんの講義の肝だったんですよね。そして、まあ、ここでね、すごく自分は時間を、今回のこのスライドを作るのにすごく、まあ、時間をかかったというか、まあ、思いが高まったというところだったんですけど、まあこういう話でしたね。贅沢を求めずに、つつましくも幸せな人生を歩きなさいよ。贅沢を求めるんじゃないよ。みっともないと。はしたないってありゃしないと。見苦しいんだ。なんでそんな贅沢な暮らしを送ろうと思うのかと。常識的に生きていかなくちゃダメだよと。ダメでしょうと。お金が全てじゃないんだと。物を大切にしましょうと。物を大切にして、ずっとね、物持ちが良く安いものをずっと持ち続けましょうと。お金のことなんて一切考えない。お金のことなんて全く考えないんでいいのと。お金のことなんて一切考えずに、勉強だけちゃんとしとけばいいんだよと。勉強だけしとけばいいんだよと。お金持ちなんてろくなもんじゃないと。お金持ちなんてろくなもんじゃないと。ほら、あそこの家を見てごらんと。あんな大きな、ね、家に住んでるけど、いずれ悪いことして脱税とかして捕まるんだから。ね、お金持ちの人はダメな人ねーと。お金持ちなんてなるんじゃないよと。お金持ちの人ほど不幸になるのよ。もうそこそこね、お金があればいいんだから。食べていけりゃいいんだから。絶対に人にお金の話とかしちゃダメだからね。お金があることが知れてしまったら全部盗まれるんだからね。みんなお金を狙っているのよ。全部取られるからね。お金は汚いから絶対触っちゃダメだからね。汚い。お札なんて持ってはダメよ。小銭をジャラジャラ流さない。取られるよ。会社に勤めてれば幸せが来るんだから一生勤めなさいよ。全てが嘘嘘嘘と。
論理的説明のない根拠のない全て嘘の上塗り、まあ、これがその旧時代の話だったかもしれないし、今の時代と合ってないっていうところが、まあ、あったのかもしれないんですけど、まあ、ちょっとそこはとりあえず置いといて、この部分ですね、この部分っていうのはやっぱり自分の心の奥底に、まあ、蓋をしていた、まあ、原因だったんじゃないかなと思いましたね。これは心に刻み込まれた、まあ、思い込み、まあ、もうずっとね、言われ続けたところだったんで、まあ、これはもう忘れている状態だったんですけどね、この己の考え方に気づき、まあ、これが今回の自分のテーマ、だからこそ自分のテーマにしたんですけども、お金を持つことの、稼ぐことへの罪悪感ですね。それがあったから、自分は最低限の暮らしでいいんだと、そういう考え方をしたと。まあ、銀行のね、預金口座の数字が多くなればなるほど、これは何とも物悲しい不安な気持ちになったっていうのはこれ拭えなかったなとはずっと思って、銀行口座のお金が増えても1ミリも喜べないと、1ミリも数字が増えても何も喜べないと、チャンネル登録が増えるとむちゃむちゃ嬉しかったんですけどね、もうチャンネル登録が増えたら、このね、1人でも増えるとこんなに嬉しいことはないと、再生回数ももうね、再生回数が本当にこれ回った時のこんなね、嬉しい、こんな嬉しいことはないと、こらすげえと、もうね、もっともっとこう動画を作んなきゃ、もっともっと動画を作ろうって思ったんですけど、じゃあその広告収入が、まあ、Google 度から、ですね、Google 度から振り込まれた時は何も喜びがないというね、全く喜べないというね、いうこの考え方ですね。確かにその YouTube のアナリティクスで、今月いくら稼ぎましたって数字を見るのは嬉しかったんですよ。こんだけ稼いでるわ、嬉しいわって見るんですけど、じゃあ銀行口座の数字を見ると、なんか全然嬉しくない。なんでだろうって、なんで嬉しくない、なんか嬉しいはずなのに嬉しくないなっていうね、まあ、そういうのがずっとこの、まあ、2年間ですよね。だからサラリーマンやってた時は意識してなかったんで、給料口座にポンってお金が入ってただけなんで別にどうでもよかったんですけど、やっぱ自分が一人になって自分で一生懸命稼いでるのにかかわらず嬉しさが感じられないというところが、なんでだろうっていうのは、やっぱりここはね、幼少期の頃から来ている、まあ、親の刷り込みというところでしたね。まあ、これを認識した上でリセットできなければ、まあ、前に進めないと。まあ、これはね、今まで気づかなかった、まあ、気づいていたんですけど、明確にこの言語的に、気づけなかった、気づけなかった、気づけなかったですね。これは本当になんでかなと、どうなってるんだろうっていうのは気づけなかったが、まあ、今気づきましたのはね、まあ、手が打てなかったところが、まあ、打てるようになったんで、これはまあ、すぐには変われないとは思うんですよ。認識がリセットできなくても、ああこういうことを言われたからこう思ったんだと。要はずっと幼少期にお金は汚い、お金は持つなと、お金を持つ人はもうダメになるってずっと言われ続けたから、お金の銀行口座が増えても嬉しくないんだっていうところの認識がね、リセットうまくできれば、あとはね、いかようにでもやり方があるので、まあ、その道を進みたいと。まあ、今までもずっと間違った認識、間違ったおかしな考え方っていうのはずっと改善してリセットして、そのずっと繰り返しの、まあ、人生だったので、ようやく今度はお金に対しての真剣に前に向けるんじゃないかというところが、まあ、ありましてね。この久保さんの講義っていうのは、ここがね、ものすごく響いたと、ものすごく響いたと。まあ、いわゆる大いなる発見と気づきを得た気がいたします。これは忘れないんじゃないかと思いますけどね、もうきっと、あ、そうかと。ここだったかっていうね、いうの、これでもきっと忘れないんじゃないですかね、一生きっと。忘れないような気がいたします。だからもう、ここは本当にすごく今回時間かかったところで、スライドを作ってる時にも本当にこう、やっぱり、なんだろう、胸の奥じゃないですね、胸のさらにその下が、こう、ズワワッと動くという感覚があったんです。これも前、これはよくある、夜ある感覚で、本を読んだ時に、幼少期におかしな認識を植え付けられた時に、なんかこう、どす黒いものがこう、うごめく感じがあったんですけど、まさに今回も同じような感覚が、こう、ドクンと来たので、あ、これだと、間違いなくこれが何か邪魔してるっていうのは気づいたっていうのが、大いなる発見だったと思いますし、ここだと、ここしかないというところが、まあ、ありましたね。はい。ちょっと気持ちがどんどん高ぶってしまってあれなんですけど。はい。というところで、ここでしたね。まあ、親として終わっている、自分が親になっても、まだその親のね、
考えがずっとこう残ったままになっていたというところですね。まあ、前回も前々回もその前もずっと言い続けて、違うその切り口で、久保さんは言っていただいたとは思うんですけど、まだもうなかなかピンとこなかったことがようやくこの積み重ねて、ようやくこの積み重なって積み重なってここにようやくたどり着いたというところがあったのかなと思うので、これも完全にこの自分の中の話なので、ちょっと聞いてる視聴者さんとかはちょっとわからないかもしれないんですけど、ここは私自分の中でですね、もうすごいすごくこう来たと、来ましたよということをなんかこう言いたいだけです。はい、ということですね。もう、前のこの段階ですね。だいぶ気持ちが揺れ動いて、そしてもう時間もこれね、30分も長く話してるっていうことですね。ちょっとね、幼少期の頃、思い出が蘇り、やはりここは自分が蓋をしていたのかなというところがあって、まあ、頭にこの冷や水をね、かけられたぐらいね、このエネルギー消費と、まあ、衝撃がね、こうガツンとこう受けてしまったので、ちょっとね、ここから先は余力がだいぶ少ない、状態になってしまうんですけれども、まあ、ちょっとね、気持ちをさせていただけると嬉しいなというところで、5番ですね、5番。まあ、いい会社の見分け方、詐欺にかからない方法を教えられますかというところで、久保さんの方がね、回答をしていただきました。まあ、いい会社はどこというところで、もういい会社を自分で作りなさいよと。要はその、どっかいい仕事先、会社はないかってずっと探してるからそこはおかしいんだと。もう自分の会社、自分のいい待遇、自分が最も過ごしやすい会社は自分で作りなさいと。もう仕事簡単でしょと。うん、いうところを言っていただいたかなと。そして、この詐欺はなくならない、詐欺はなくならないよね、というお話でしたよね。で、これ詐欺で言うと、自分おそらく500万か600万ぐらいは、もうやられちゃってると思うんですね。おそらくやられてます、これは。ただこれ、銀行口座にお金があると落ち着かないっていうね、この自分も先ほど話したところがやっぱありまして、もう会社から給料してこれ支給されたら落ち着かないんですよね、もう。給料口座にお金があるっていう状態がもう落ち着かなくてしょうがなくて、でもこの不安を鎮めるために入った金をすぐに処理しようとすると、これを、その、自分はギャンブルとかほとんどやらなかったんで、なんか自己投資という名でこうセミナーに行ったり、こう勉強会に投資したり、勉強会行ったり、なんか添乗員になるためにその口座に行ったり、なんかしら形にはなんかなってるような気がするんですけど、でもその、要は、お金をどう、お金をどうにかしてどうにかしたいと。もう不安で仕方ないというところがやっぱりあった。まあそんな考え方が根底にあったものですから、まあいろいろね、おかげさまでそのいろんなとこ、いろんなことを学べていろんなことを経験したような気がするんですけど、まあね、いろんなとこにこうお金を使ったということで、まああながしね、あながち、よいしょ。あながちね、まあ今の妻はね、まあ意味なく使うぐらいなら、まあ、海外旅行に作ってやれ、使ってやれと、いうのも、まああながち間違ってなかったかもしれない、いいところはあるんですけど、まあ結論から言うとですね、まあ下げられたお金は戻ってこないと。ならばですね、まあせめて、下げられた分は、まあ、自分でお金は作らないと、作らなきゃいけないと、作らなきゃいけないなと、こういうところがあって、やっぱりね、こう一生やられっぱなしっていうのは何か悔しいなと。まあこんなね、心理が働くわけでですね。で、ここですね、ここ。まあここはもう本当に、この諦めたらそこで試合終了ですよっていうね、ところがやっぱりあって、まあここはね、安西先生がすごく自分の中で、まあ、安西先生しか記憶に残んなかったけど、安西先生の画像ばっかり載せたんですけど、まあね、人生はいろんな場面があると。まあ、ここはね、スラムダンクの、まあ、安西先生が出てきたんでね、まあ、ちょっと、スラムダンク関係の画像をちょっと載せてたんですけどね、この三井ですね、三井。ちょっと飛行に走ってしまったっていう人なんですけどね。バスケがしたいですと、バスケがしたいですって安西先生にこういったシーンがありましたよね。そして、なぜ俺はあんな時間を無駄にっていうね。まあ、これがいわゆるマイナスの経験ですね。マイナスの経験。しかし、まあ、それが、まあ、諦めの悪い男へと変わっていったというところですよね。本当に。だからこそ、あれがあったからこそ諦められないと。そして、ここ。ですね。諦めたら試合終了ですよと。
まあ、まだ試合終わってないと。これ、ボーズマン持ってきました、筋肉マンの。まあ、俺はまだ希望を失っちゃいないぜ、と言ってたんですけど、まあ、久保さんの話では、そうじゃないんだと。試合じゃないんだと。お前なんか勘違いすりゃせんかと。聞こえんのかとね。まだ勝てると思っているのは私だけかね、ということで。これ人生、試合だけじゃないと。まあこれは試合に例えてますけどね。まあ人生に例えるというところで、要はこの無限にロスタイムですね。無限にロスタイム。試合は永遠に続いていると。自然は永遠に続いているんだと。まあ試合というか、この人生という名の試合という言い方が正しいのかもしれないんですけど。まあ生きている限り、まあ人生は続き、欲望は起きてくるというところですよね。で、ここから先が全部続いているお話になるのかなとは思うんですけど、欲望からも、苦痛からも、逃げるなということをお話ししましたよね。で、お前の人生に起こることは全部お前の資産だと、やすやすと他人に渡すなというところですよね、ここ。で、ここって非常に、その、また学びがある場所かなと思ってて、まあ、失う悲しみ、失望、絶望、ダメージ、敗北、恥ですね。そして、すべてが貴重な、俺のものだと。すべてを使い切って人生を生ききれと言って、だからんですけど、でもマイナスを使うと、マイナスを使うんだっていうところを、だから普通の人って、まあ自分もそうなんですけど、マイナスはできれば、この、隠したいというか、まあ、恥ずかしい。誰にも言いたくない。失敗は失敗のままね、終わらせたいというところがあるんですけど、まあ、そうじゃないんだというところをまあ言っていただいたかなと思うんですね。マイナスを生かすと、マイナスを生かすんだとこういうところですよね。マイナスを生かすんだと。そして、これからもこのマイナス3を使い倒してプラスを生み続けるということを言っていただいたかなと思うんですね。いろんな失敗をしてきたんだと。起業した会社20社、店舗最大20店舗、そして、逮捕歴あり、新聞に掲載とね、もういろんなことをやってきたんだと。今更もうここをね、隠してもしょうがないというかね。だから、これだけやってるんだから、他の人がね、失敗した程度、それは全然恥でも何でもないよっていうところを言っていただいてるんじゃないかなと思うんですね、これは本当に。こんなにね、失敗してる人がね、こうやって、まあ、失敗してるって言い方があれですけど、こうやってね、マイナスのことを資産として紹介してるんだから、もっともっとその、マイナス、のことをアピールしてもいいんじゃないのっていうところを、そしてマイナスからプラスを生まなきゃいけないんじゃないなと。要はそのマイナスを出さない、マイナスをこう表立って出さないんで、プラスに変えれないんじゃないと、ないのっていうところも感じたような気がしますし、マイナスの経験を丸ごと全部受け入れて、そして自分の資産にするんだと。受け入れられないからこそこの恥ずかしいというところで、その隠したがる、胸の奥に押しとどめたくなるっていう気持ち、まああると思うし、まあそうやるのがまあ普通かなと思うんですけど、まあ別に隠さなくていいんだと。まあ恥ずかしいかもしれないけれども、まあこれが自分なんだと。自分の人生を自分で肯定して堂々と生きていこうよっていうことをこう言っていただいたんじゃないかなと思うんですね。これ他人がこう聞いた時だと、ああ、そんなものかと、そんなものかと。要はこうやって、ね、こんなに会社潰したんだなとか、逮捕歴あったんだなとかね、たくさん女性に振られたんだなとか、3500万借金あったんだなっていうのを見たところで、他人から見たら確かに、あ、まあ、そんな程度かと思うんですけど、そんな程度って言い方あれですけど、まあ、他人から見ると大したことないかもしれないですけど、じゃあこれが、その自分がもしこんだけのあったら、これをしっかりと言い切れるかっていうところですよね。自分だってね、なかなか恥ずかしいことは言えないところ、隠したいところがあるんですけど、そこをね、もうプラスに変えていこうと。今回の講義ではそういうところを話していただいたんじゃないかなと思って。プラスを生み出すためにマイナスを使うと。
プラスを生むためにマイナスを使い倒す。ここをですね、まあもしかして書いてるんですけど、そこの書いてる日本語を理解するためにも、なんかこう、すごくそういうところなのかなとは思うんですね、ここ。まあ自分の人生を肯定していればね、もう肯定していればこの恥ずかしいところがないのかもしれないんですけど、なかなか自分で自分を肯定するのは難しい。だからこそ、自分をまずはさらけ出して、そして堂々と生きていくっていうところも大事なんじゃないかというところを感じたような気がいたします。はい。そして、生きるの3つのフェーズのお話もしていただきましたね。完全に、まあ後半戦な話になってくるんですけど、まあ、生きるという意味のフェーズですね。生きる意味と3つのフェーズの話です。まず、生きるですね。これはもう単純に生物として命ある状態。まあ、これはね、皆さんが普通に感じている日本語的な意味、誰もが共通認識のある生きるっていうところだとは思うんですけど、そして生きるですね、生きる。これも使う人は使うかもしれないと。ただし、この生きるっていうのは、生き生きと生きる、命令を書いて、立つ、あら、ちょっと日本語おかしいけど、迷路を活発に生きるという意味じゃなくて、マイナスを活用して最大限に突っ走ろうというところですね。要は、プラスもマイナスも活用して最大限に、突っ走ると。だプラスだけじゃないんだと。プラスを活用して最大限に突っ走る。これはよくある。まあ、誰でもできるけど、このマイナスを活用して突っ走るっていうことが、今回の講義の最大のミソなんじゃないかなと思っていて、苦痛を感じた時こそ、その苦しさを未来の糧として、そして自分の財産として活用して前に生きよう。もっと言うなら、これだけだと日本語としてただ綺麗なだけなので、もっと言うなら、マイナスをプラスに変えて自分の資産にしろっていうところですよね。ちょっとこう戻ってもあれなんですけど、マイナスをプラスに変えて、それを資産にしろっていうところを今回言っていただいたというところで、この綺麗な、言い方としては、前向きに行きましょうとか、糧にしていきましょうっていうところなんじゃないですけど、それをもっと具体化したところが、このマイナスをしっかりと出して、プラスの資産に変えようっていうところを言っていただいたんじゃないかと思います。そして最後、生きるですね。これは、久保さん独自のお話だったかなと思います。これも初めて聞いた。初めてというかね。この表現は今まで自分にないところだったんですけども、これが不動の重鎮として長くその世界に君臨するんだと。生きる、生きる、生き続けるという、生き切るみたいな、いうところなのかなと。お客様との信頼関係を作って、視聴者様の信頼関係をしっかりと作って、広告主に依存するのではなく、コンテンツ販売をするっていうことをすることによって、長くこの YouTube、ひいてはこのネットの世界で生きていくっていうところが非常に大事なんじゃないかと。広告収入に依存することはなく、もちろん広告主にからお金をもらうことも大事ですけど、そこに依存するんじゃないと。そこに全部依存するんじゃなくて、コンテンツを販売しながらネットで生きていくって、こういうことが非常に大事なんじゃないのっていうお話をされていたんじゃないかなと思います。はい。だいぶもうラストに近づいてきたんですけど、そして、視聴者様の感想もお話ししていただきましたよね。本当に。まあ、こういうお話がね、来るとやっぱり嬉しいですよね。自分もこうやってしっかり、作っていこうという気持ちにもなりますし、まあ、非常にありがたいなというところもあります。まあ、これは自分の中でもあるんですが、まあ、新しい発見からの新しい自分のアウトプットのサイクル、これをこうやることによって、本当に、どん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 新しい思考だったり、新しい気づきだったり、新しい考え方だったり、そういうのがどん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 入ってきて、より自分にとってはすごく勉強になる。とてもとても勉強になる。普通にこう、動画を見るだけではない自分の大きな気づきになる。動画を見るだけでは、ね、他の人がいいこと言ってんなーで終わるよりもね、もっと深くこう自分に対して、自分の内面をよりこう深く気づいていけるし、自分の内面をよりこう深く考えることができるいい機会なんじゃないかなと。まあ、アウトプットのところができているんで、非常に、自分としては非常にいい機会をいただいているなというところを感じております。そしてこれがラストですね。ラストのところ、ビジネスは今日も生きている。これも生きるというところを使っているのかなと。この生きるはマイナスの資産を使ってプラスの資産に変えましょうっていうところの、前回のお話だったのかなと。
いつまでも見ているのかと、早く見せる側になりましょうと、稼ぎたいならと、ということで、まあ今のビジネスも、今もこの時間、誰もが誰か、今日も誰かに誰、誰かが誰かにお金を払っていると、いつもその払ってる側ではないですかと、誰かからお金を受け取っている状態だと。で、動画を見てるだけならば、お金を払うこともないけれども、お金をもらうこともないと。確かに痛手はないと、動画を見るだけならただだから、ね、お金を払うことないし、ただし、お金をもらうこともないと。これはビジネスに参加していなければ稼げるわけがないと。つまりこれっていうのは何も行動を起こしていない。つまり機会損失をしている。何も損をしてないと思いきや、実は機会というチャンスというのを損失してるんじゃないのかっていうところを提言していただいてるんじゃないかなと思いますのでね、自分としてはこう見るだけじゃなく参加してみても面白いんじゃないかというところで、締めさせていただこうかなと思います。それでは気になる男第22話、お金を持つこと、稼ぐことへの罪悪感と、ちょっと僕独自のテーマになってしまいましたんですけれども、今回というのはすごくですね、学びがありましたし、まあ、衝撃な気づきがすごくあったので、今回はこのテーマとさせていただきました。ここまでの放送は、覆面 YouTuber 高がお送りいたしました。ありがとうございました。そして久保さん、次回第23話もよろしくお願いいたします。それでは。